つも時短で見れる投資メディアをご覧いただきありがとうございます。2023年12月7日の株式ニュースをお届けしてまいります。本日の相場概況、東証業種別株価指数、ストップ高銘柄の材料、ストップ安銘柄の材料、値上がり率上位株の好材料、株主優待情報の順でお伝えいたします。日経平均は大幅な反落で取引を終え、前日比 587.59 円安の 32,858.31 円となりました。前日の米国株式市場では、ダウ平均が 70.13 ドル安、S&P500 が 17.84 ポイント安、ナスダック総合指数が 83.20 ポイント安と、それぞれ下落しました。米国の民間部門の雇用者数の伸びが、市場の予想を下回ったことから、利上げ終了の観測が高まり、売りが優勢となりました。日経平均は昨日の大幅上昇の反動と米株安の影響を受け反落スタートとなりました。特に半導体銘柄が軟調に推移し、前日比 280.18 円安の 33,165.72 円で取引を開始、その後 33,000 円を割り込み、5場は 32,875 円付近での揉み合いとなりました。東証プライム市場の売買高は15億4582万株、売買代金は3兆7010億円で、電気、ガス業、保険業、空運業、銀行業、陸運業が上昇し、海運業、工業、電気機器が下落しました。また、値上がり銘柄は全体の 15% に対し、値下がり銘柄は 83% となりました。2023年12月7日のストップ高銘柄を紹介します。スミー CHD は、石炭の仕入れ及び販売等を行うグループ会社の経営計画、管理をしている会社です。急騰した理由は、麻生の保有割合が増加したからです。現在の株価は1051円で、前回から 16.65% の上昇となりました。また、出来高は1264万1400株でした。QPS 研究所は、小型 SAR 衛星の開発、製造とデータ販売サービスをしている会社です。急騰した理由は、前日上場で値動きの軽さを意識した資金流入があったからです。現在の株価は860円で、前回から 21.13% の上昇となりました。また、出来高は3094万7000株でした。東京機械製作所は、新聞向け輪転機の製造販売、自動化省力化システム、その他印刷関連機器をしている会社です。急騰した理由は、アジアインベストメントに対する訴訟で勝訴したからです。現在の株価は528円で、前回から 17.86% の上昇となりました。また、出来高は7万1000株でした。東京楽天地は、不動産賃貸とエンターテイメント施設の運営をしている会社です。急騰した理由は、東宝が完全子会社化を目指して TOB を実施したからです。現在の株価は5140円で、前回から 15.9% の上昇となりました。また、出来高は4700株でした。OS は映画興行と不動産事業をしている会社です。急騰した理由は、阪急阪神ホールディングス株式会社による公開買い付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせがあったからです。現在の株価は4125円で、前回から 20.44% の上昇となりました。また、出来高は4800株でした。2023年12月7日の好材料銘柄を紹介します。リスクモンスターはネット審査と予診管理サービス提供をしている会社です。本日の材料は自己株式の取得実施を発表しました。現在の株価は504円で、前回から 7.92% の上昇となりました。また、出来高は50万4900株でした。損保 HD は、損害保険と介護、ヘルスケアの提供をしている会社です。本日の材料は、今期経常を 24% 上方修正し、最高益予想を上乗せしました。現在の株価は7253円で、前回から 5.72% の上昇となりました。また、出来高は333万3000株でした。INHD は、調剤薬局の運営と女性向けドラッグストアの展開をしている会社です。本日の材料は、業績予想を上方修正しました。
現在の株価は4718円で、前回から 3.31% の上昇となりました。また、出来高は176万2800株でした。ヘッドウォータースは AI ソリューション、デジタルトランスフォーメーション、アプリソフトウェア、OPS などのサービス提供をしている会社です。本日の材料は、マイクロソフトや NVIDIA との協業による成長が期待されました。現在の株価は9560円で、前回から 2.8% の上昇となりました。また、出来高は17万4800株でした。アサクマは、ステーキレストランの運営をしている会社です。本日の材料は、11月の既存店売上高が前年比 21% 増しました。現在の株価は2055円で、前回から 2.04% の上昇となりました。また、出来高は1万700株でした。オークネットは、ネットオークション運営をしている会社です。本日の材料は、利益、配当予想の引き上げを発表しました。現在の株価は1979円で、前回から 1.64% の上昇となりました。また、出来高は8万7800株でした。オキサイドは、単結晶、高部品、レーザ光源、計測装置の開発、販売をしている会社です。本日の材料は、ドイツの公的研究機関と次世代レーザー用光学、単結晶分野で共同研究開発契約を締結しました。現在の株価は3365円で、前回から 1.05% の上昇となりました。また、出来高は24万9500株でした。カネビ食品は、惣菜、弁当の製造販売と惣菜店運営をしている会社です。本日の材料は、11月度の増収基調が継続しました。現在の株価は3100円で、前回から 0.65% の上昇となりました。また、出来高は4800株でした。日本エンタープライズは、クリエーション事業、ソリューション事業をしている会社です。本日の材料は、ビヤンドの国内販売を開始しました。現在の株価は123円で、前回から%の上昇となりました。また、出来高は831万1000株でした。創生グループは、膜タンパク GPCR の創薬開発を行う、創薬ベンチャーをしている会社です。本日の材料は、フィブラッツ点滴状注液 150mg が、韓国で製造販売承認を獲得しました。現在の株価は1491円で、前回から%の上昇となりました。また、出来高は143万900株でした。エスプールは、総合人材派遣及び雇用支援企業をしている会社です。本日の材料は、光通信がエスプールの大量保有を報告しました。現在の株価は400円で、前回から%の上昇となりました。また、出来高は161万7900株でした。2023年12月7日のストップ安銘柄を紹介します。ピクセラは高品質映像技術ソリューションの提供をしている会社です。急落した理由は不明です。現在の株価は1円で前回から%の下落となりました。また、出来高は765万5800株でした。2023年12月7日の株主優待情報を紹介します。オリジナル設計は毎年12月末時点で400株以上を保有する株主を対象に株主優待ポイント、保有株数と保有期間に応じて5000から4万4000ポイントを付与する新優待制度を発表しました。中央経済社ホールディングスが24年度をめどに株主優待制度を実施する予定で、開始時期や実施内容などは現在検討中であることを発表しました。2023年12月7日の株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。